2戦目ね、ちょっとミスが多かったんでね、自分のね、リザウラル中にリザウラルかけたり、ちょっとね、頭おかしくなってますね。なのでね、今回は達人マスター、ライド。はい、ですね、ここがね、ライドして、とりあえずね、やり方は一緒なんですけど、応援で、全部のテンションを上げまして、まあね、こっちはね、色は違うんですけど、全然色違いモンスターなので、まあ、色違いモンスターじゃないよ。勝手にカラーフォンデュで、ね、色変えてるんでね。本当は、ガルウィルスはね、本来赤っぽい色ですね。赤紫っていうか、もうほとんど赤みたいな色ですね。まあ、下の画面でね、本当の色になってるんですけど、まあ、たまにはね、色変えてやった方がいいかなと。お、やっぱ身代わり来ますね。身代わり潰しは星降りのサンバとかでいいんですけどね。とりあえずね、何してくるかわからないので、晴天の霧。あ、やっぱりダメージ限界突破するようなことやってきそうですね。来ますかね、やっぱり、ね。おたけび。これがね、ゴッテスだったら効くんですけどね、カメは効かないです。身代わりやんなかったらいいんですけど。マヘドス。これも全体いきますね。おそらく、根荷物タイプとかね、自分と同じようなものを持ってるんじゃないかなと思うんですけどね。3回しか食らないね。相手が2枠、アンルシアがいるので。これはどっちみち1回攻撃。はい、1787。これは根に持つタイプ食うかな。お、まだこれ HP 高いですね。はい。はい。はい、根に持つタイプかな。まだいかないのかな、もしかして。やっぱりか。はい、これでガルマッツォが使い物にならないので、まあ、この間にどうしてくれよって話なんですけどね、MP が少ないのでね、こう呪われてるとちょっと痛いかな。はい、これでモージャリザオですね。相手が、いてつか波動とかね、そういうのやってこなければいいんですけど、カクラの叫び。これ生き返ったりするのかな？はい。お、ジバルンバ来ましたね。あ、やっぱりそういうのやってくるのか、ザオリク。2259。で、リザオがかかっているので、とりあえずはね、ライドで、あそこを沈めてしまえばいいのでね。もうとりあえずまた根に持つタイプ使ってくるのでね。はい、モージャリザ。で、もちろんのこと身代わってくると思いますので、リザウラルがね、先に発動するとね、行動キャンセルされるんですよね。それがちょっと嫌かなと。なので次はね、わざとリザウラル使いません。というのも、この亀を沈めないと勝利がないので、とりあえずね、このレオソードでね、これでもおそらくダメージが通るので、2900ありましたね、確かね。8324なので、まだ届きませんね。はい、ジバルンバ。リザオラ。アッスルダンス。とりあえずね、何もないよりはマシかなーって感じですけどね。はい、これでね、全部使い切った後にね、この作戦で、このね、行動が遅いので、ここを生かした攻撃を今度行きたいので、命令でね。で、ジバルンバが来るので、その後にドルマドンってのが
ここでやっと沈められるので、テンション、テンション。で、ここが、押し振りの3番。これで削ってしまえば、相手がね、ザオリクを使った時にね、大変な目に遭います。こういう場合は、リバースとかでもいいんですけどね。はい、マヒャデドス。はい、回復した分ね、ごっそり持っていってくれると嬉しいんですけどね。これ先ほど発動できなかった星振りの3番。はい、これでも削れます。何にもタイプで固まって亀が落ちて、 AI だったらザオリク使われちゃうんでね、それがちょっと痛いんですけどね。はい、テンションからのメラガイア、このねアンルシアがねちょっと邪魔なんですよね。はい、攻撃は通りません。なに、残りのヒヒドラードがどうしてくれるか。こっちが早かったら早かったでいいんですけど、あ、早いですね。相手の行動が遅いですね。はい。で、もう一発いくと思うんですけど、ネイモスやっぱ食らいますよね。で、これでザオリクかなんか使うのかな。でも、ほぼ根に持たれてどうしようもないので、これでネジの方生き返ればいいんですけど、ああ逆か。そこ生き返っちゃうと MP がだんだんこれで削れていってるので、変える必要ないかな。とりあえずはジャッジで勝ってるんでね。ここはテンションそれで沈めてしまえばいいので、ライドがライド乗り換える。はい、身がありますけど、これジャッジね、いずれ勝てるんでね、スライムに変えてもいいんですけど、これ逆のね、レジだったらね、いいんですよね。とりあえず、アンルシアの燃料切れを待つしかありませんね、これはね。もう都合のいいスキルつけてないのでね、こっちは。なので、もうこれ頭脳戦でいくしかないと。どっちみちね。これで、リザウラルで回復した分は回復するので、あと、ベホマズン分ですね。これが動けたらいいんですけど、そう簡単にはいかないので。はい、テンション。24。MP24 から何発動する？攻撃ですよね。まあ、次のターンまで待ちましょうって感じです。じゃんじゃん回復してください。でもうじゃん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 回復してください。でザオリじゃん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 使ってください。元に戻りますけど、こっちもだんだん元に戻っていくとね。はい、ここでようやくまたリザオラルが使える。リザオラルが使えて、先に、亡者の執念なので、星売りの3番。でも、おそらくまた身が合ってくると思いますのでね。で、ここが、テンションためろ。もうテンションためまくって、もう回復した後の、まあ、大型攻撃。それでまたポイントが差をつくので。って考えると勝負見えるんですけどね。はい、落ちました。落ちたらね。亡者の執念発動します。ポイントがね、だん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 もう1万差ついてますよね。
270で使えなくなるんですけど、50歳ね、回復するので、50歳あれば星耳のサンバが使えるので、まあそういうの繰り返してもいいですけどね、身代わりでもいいですしね。まあこういうことです。最大16発いきましたね。はいね、荷物タイプ終わり。ここはザオリクとか使ってきたらめんどくさいので、まあとりあえずこれでアンルシア沈めるチャンスができたかなといえばできたんですけどね。 AI 遅いんでね、相手もね、この後の行動なので AI だとずるいんですよね、こうやってザオリク使っちゃうので。でベホマズン来るんですよね。来ないかな。MP 尽きないですね、なかなかね。まあ、100ずつ回復してますからね、こうやってね。はい、もうじゃん、終了。こっちも、まあ、似たようなもんなので。まあ、いずれ燃料尽きるとしたらこっちなんですけど、まあ、ターンってのがあるのでね。アストロンで固めたりいろいろあるのでね。はい、残り5ラウンド。ちょっとまずいかなと思ったら、このアストロン使えばいいと。はい、鉄カード。全部消えたけど、関係ありません。今ミラーステップ使いましたよね。あれはね、踊りに関する技なのでね。まあこっちがね、星入り3番をね、あんま使ってほしくないような感じなので、まあとならば、アイアンゲーザーとかね、他のは大丈夫なのでね。はい、完全回復しましたね。でもポイントが絶対追いつかないので、もうここまで来ちゃったら。もうガン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 やってくださいと。アンルシアにね。こういう時ゲンマのね、極とかあればね、また違うんですけど、まあそう簡単に都合よくないので、命令で、でここで作戦で、まあ、ここはテンションダメロでいいですね。コンテンションダメロ。で、ここが、リザウラル使えなくなっちゃってるので、かく乱の叫び。そして、ここが、身代わりでいきたいと思います。そうそう、燃料切れてるので、この次ぐらいまでしか耐えられないですね。これであと4ターンなので、あと3ターンしのげばいいのでね。身代わりのアンルシアがね、また変なことやってくるので、その間に、このね、レオソードが動けるようになってますので。はい、亡者の執念。でね、リザロラルが使えないのでね、これでもう終わりですんで。これが全員沈んでしまうと、ポイントがね、追い越される可能性があるのでね。まあ今、差をつけるとしたら、ここがラストです。バヒャデドス。全部亀に行ってね、その分、ポイントがこっちに加算されるので。4枠。いや、1枠4体だったら4回ダメージいくんですけどね、3体しかいないので3回しかダメージ通らないですね。まあそこも2枠の、まあ長所といえば長所ですよね。ここはもうほっといていいです。何もできないんで。はい、かく乱の叫び。これ使ったところでザオリク使われちゃうんでね。行動遅いよりさらに遅いアンルシアがいるので、もうどうしようもないですね、そこは。はい、ここでもポイント稼げます。またさらに1万以上差がついているので、はい、荷物タイプ。で、これどっちみちザオリク使われちゃうんでね。
まあ、使えなくなるまで待とうと思ったんですけど、つきそうにないので、ザオリクベホマズンって使ってくるのでね、おそらく。これでね、今見ると、2万ポイント差がついてるんですね。なので、だいたい追い越されることはないです。残り3ターンなんですけどね。まあ、先見えるんですけどね、これもね。ベホマズン。はい、ここでやっと入れ替え、スライムの番。なんですけど余計なことするとダメなので、とりあえずはね、暴走期間、とりあえずねポイントを稼ぎましょう。これで、ね、5000ポイント稼げるんで、ね、ミラーステップ。どれだけ差を離すか、ここに勝負の鍵がかかってると。ではまずで、ね、余計なことすると根に持つタイプの後にね、そうかまされるので、まあ、これを維持するわけですけど、まあ、4015なのでね、早いのでね、まあ、あれにハイテンション、これは、ね、打った方がいいですね。ポイントを稼げるので、はい、残りラウンド2なので、ね、打たなくてもいいんです。ずっと防御しようかなと思ってますけどね。またミラーステップ、なので1回防御しようか。ここはね防御ですね。テンションでもいいや。テンション暴走期間50のテンション100。ここはね、身代わりしかも脳ないのでね、身代わり以外できないので。あと残り1ターンなんで固められてもどっちでもいいのでね。鉄かも、せっかく貯めたのに消えました。なので、あと防御してれば勝てますね、これね。差を離す必要がないので、ここはね、もうファイナルラウンド。もう勝負決まってましたね、ここね、防御。あわよくば最後100を打ってね、ポイントだいぶ差をつけてね、固められて終わりにしようかなとか思ってたんですけどね。一応ね、こういうめんどくさいメンバーでも、まあ、ポイントさえ勝てれば、ラウンドをね、消化しきれば勝てますのでね。残り5ターンあたりからね、まあ、この結果は見えてたんですけど。まあ、その前からね、こうなるかなとは思ってたんですけどね。なかなかやっぱアンルシアの MP がどのぐらいあるかちょっと予想はできなかったので、まあ、そこだけね、戦闘が終わったらアンルシアのステータス見たらわかると思うんですけど、これ多分スキルで上げてると思うので、まあ、2枠ですんでね、1枠よりはあるので。これでも少しずつ加算されていくので、はい、時々テンション。はい、勝ちました。はい、今回は、まあ、リクエストいただいたね、モンスター。この4体使ったんですけど、ヒフドラードがね、素早さが865。で、行動遅いがついてるんですけど、おそらく相手のアンルシアも行動が遅いがついてたので、この865よりさらに低いスピードの行動が遅いなので自分の方が早かったというね。なので、まあ行動遅いのであればもう本当はね素早さをね0ぐらいにしてね。
まあ、やるのが一番いいんですけど、まあ、例えばあのエルギオスなんか素早さがめちゃくちゃ遅いので、まあ、エルギオスに行動推移をつけたら誰よりも遅いモンスターが作れるのでね、あのザオリク、まあ、自分が倒してしまった後に勝手に AI でザオリクをされてしまうので、あれを防ぐにはあれよりさらに遅いモンスターを作ってね、あのアンルシアの行動を消化しきった後に亀を倒して次のターンで、ね、行動を早いモンスターでアンルシアを仕留めるっていうね、その戦法で行くしかないんですけど、今回はね、まあこのメンバーで遅いって言ったらレオソードガルマツなので、まあここら辺にやらせた方が良かったのかな。でも賢さが高いのでね、弱点がこう MP がないのでね、まあこの闘神レオソードを MP に変えてもいいんですけど、まあ自動 MP 回復もつけたいところですし、あのなんといってもこのくじけの心が今回発動しなかったっていうのがね、ラッキーペンダントをつけてるんですけど、これがあんま意味ないかな、別に。意味ないじゃないかな。こう発動して1残ったとて何もできないですから、それだったらそのラッキーペンダントの代わりにあの MP 回復のね、女神の指輪とかね、これとかね、これ装備すると MP 回復するので、そしてレオソードを外してMP 回復 SP とかね、そんなのがあるのでね。はい、そしてアンルシアなんですけど、もともと3枠モンスター2枠に変えてたみたいなんでね、 MP が500なんですよ。で、尽きなかったのがあの MP 自動回復で100ずつ回復するので、まあ、他にねベホマズンの消費を減らすものとかね、あと他にもいろいろあるのでね、まあ、ずっと継続させるような技はあるので、まあ、それをつけてたんかな、なのでああいう風に長引いちゃったんかなと思いますし、まあ、結果勝てたんでよかったんですけどね。なのでね、まあ、今回こんな感じでした。なのでね、反省する点はガルマッツォですね。ガルマッツォと、あと、アイアンゲーザーとかね、星降りのサンバを他のモンスターにもつけてあげた方が良かったかもしれませんね。レオソードあたりが攻撃いらなかったかもしれません。というのが、まあ、ソードなので、ソード2本持ってるので、よっぽどソードが好きなんだろうなということで、まあ、ソードつけたんですけど、特定でね、このレオソードってやると、まあ、これ使う呪文。ここはね、天意無宝山とかこれ全部罰にしていいと思います。瞑想。まあ、こんなんしか使えないんですけども、呪文なので。で、身代わってる時に、全体攻撃でしたら、全体にダメージいくもんでしたら、先ほどのね、マハゼドスとか全体化なので、まあ、3回ダメージ、700ぐらい3回いけましたけど、メドロアとかメラガイア一発なので、まあ、ああいう時これ使ってほしくないんでね。でもこれ罰にしちゃうと、他の時にマハゼドスしか使わなくなるので、まあ、そこもめんどくさいところですよね。自分でコマンドをマヒャデドスにしたいんですけど、テンション後にマヒャデドスを使いたいので、簡単に言えば、マヒャデドスを使って、AI ね、これ2回行動なので、2回目にこの作戦で、この作戦をね、ガンガン行こうぜじゃなくてテンションを貯めるようにすると、マヒャデドスの後に確実にテンションを貯めるので、まあ、それでね、その次のターンにマヒャデドスで、その後にテンションを貯める。で、ただ、いてつか波紋とかね、ああいうのが怖いんでね、あんま使いたくなかったっていうのが本音です。なのでね、まあ結果、ギリギリまで長引いて勝てましたんでね。まあ良かったんでね、結果オーライなんでね。はい、ということで、今回ここで終わりたいと思います。またリクエスト等などは受け付けておりますので、まあどんどん、ね、コメントに書いていただければ嬉しいと思います。あと前回紹介した動画にもちょっとあったんですけど、コメント欄が、一回自分のね、コメント欄、動画で見せたんですけど、まああの、あれかける10ぐらい、あるんですよ。ずっと下にリクエストが。なので、まあ、ちょっと時間かかりますけど、まあね、ちょこ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 こなしてね、何気に 2,3 個混ぜたモンスター作ってますので、まあそれとね、絶対これ使ってくださいってモンスターあればそれも使っていきますし、大体ね、消化してきて、今、明治モモンジャとかね、モモンジャとか、あの4体いるじゃないですか、聖人モモンジャとダックスピード、あの4体作ってくれとかね、いろいろ4枠エルギオス作ってくださいとか、そこら辺も鍛えてますので、またね、やってみたいと思います。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。